プラン。はい、毎度お越しやすプララン。思いっきりちょっとね、風邪ひきましてね、若干お聞き苦しい声になってるかと思いますが、ご了承ください。今回はですね、このように、水彩色鉛筆ですね。まあ、ご存知の方ならわかると思うんですが、まあ、色鉛筆なんですけども、その書いた、その筆跡を水で濡らすと、水彩のように溶かして表現できるというものです。でですね、これ実は全部100均のものなんですよね。今ってすごいですね。100均でこういうのが揃うって、すごいですよね。まあ結構こういうのって有名で、動画作ってる方が他にも紹介されてるので、まあわざわざ僕がすることもないんですが、一応ね、僕なりにちょっとまとめてみたいと思い、各社のですね、書きやすさなんかを重点的にご紹介できればいいかなと思っております。そうですね、一応、これがダイソーさんのものになります。まだこれ僕使ったことはないです。まだ未開封ですね。で、共に全部これ12色ですね。まあ、色のラインナップもまあ、なんとなく似通ってはいますね。でも若干ちょっと違ってたりもします。入ってない色があったり、またはその同系色であっても若干色が違ったりっていうのはありますね。で、これがダイソーさんでしょ。で、これね、これ僕これだけ使ったことがあるんですけど、これこの間なんかいわゆるなんかその100均ブランドじゃない100均ってあるじゃないですか。なんかちっちゃくって名前もよくわからん、なんかいかがわしくはないけどいかがわしい100均でちょっと買ったものなんですが、そう思ってたんですけど、なんかこの間セリアに行ったら、セリアさんもこれを置いてましたね。なんか流通があるんでしょうね。まあ、ダイソーさんってなんかほら、自社ブランドというか、ね、自社でこの、生産とかをしてるので、多分なんかこういうのって、まだ僕キャンドゥ行ったことないけど、キャンドゥさんもこれ置いてたりするんかな。で、最後これが、この間、何やったっけ、3つはアングローブやから。ワッツに自分で言うといて笑うけど、ワッツで仕入れてきたもんですね。まあ、梱包の感じとしてはダイソーさんと似たような感じで、こういうねフィルムに入った感じになってます。じゃあ早速、塗りやすさなんかをちょっと検証してみたいと思います。それではどうぞ。じゃあどうしようかな。まあ、塗りやすさとかをより正確に判断しようと思ったら、やっぱり色を統一した方がいいと思うので、なんか一色赤にしようかな。赤で全社試してみたいと思います。ちなみにこれはね、ちょっとまあ他のやつがどうなんかわからないけど、これはちょっと硬い感じでしたね。硬いし、そして水で薄めた時ちょっと薄かったな。じゃあちょっと赤だけ全て出します。ちょっと待ってよ、分かりにくくなったらあかんから、ちゃんとここに置いとくどれがどれか分からん。これがワッツね。で、これが何やったっけ、セリア。で、これがダイソーさんですね。でもなんか鉛筆の形状それぞれ、ワッツ、セリアさん、ダイソーさん、なんでワッツだけ3がないんかわからんけどなんかね、ほらロゴも違うみたいですね。ワッツさんのは全くロゴがないです。で、これセリアさんの、これがダイソーさんですね。長さはそれぞれ一緒ですね。色味もそんなに違いはないんじゃないでしょうか。はい、ではダイソーさんのものから試してみたいと思います。よいしょ。でもこの間のセリアさんのよりはちょっと若干柔らかい感じがしますね。濃ゆく描いたら結構濃ゆく描ける感じ。結構いい色が出ますね。
で水で溶かしてみます。あーはいはいはい、あでもいいんじゃないですか、なかなか使えそうな感じですね。溶けやすさも難がないというか、結構滑らかに溶けてくれますね。まあ、水彩色鉛筆なので濃い色をねガツンと塗るっていうには適してないと思うんですが、それぞれでもこれぐらいの色が出てくれるんやったら十分使えるような気がしますね。はい、ダイソーさんはこんな感じでした。はい、次はセリアさんのもので書いてみたいと思います。よいしょ、そうだよな、若干ちょっとセリアさんのは硬い感じがするんだよね。硬くてね、濃い色をちょっと出しにくいっていうか、かけんことはないけどっていう感じはありますね。ちょっと紙に抵抗を感じるぐらいちょっと硬めです。まあ、先を尖らしてね、軽く色付けしたい人には向くけど、ほらこうやってグッて描くと粉になって出てしまうぐらい柔らかさは芯にないですね。じゃあ先ほど同様溶かしてみます。うん、まあ溶ける感じはあんまりダイソーさんと差はなさそうですね。うん、ちょっとでも色味がちょっと違うかな、さっきとは。なんかマゼンタ寄りというか、赤でもちょっとピンクっていうか発色がいい鮮やかな赤な気しますね。比べてみるとこんな感じです。わかるかな、ダイソーさんのは若干朱色っていうか、ほんまに赤っていう感じなんやけど、セリアさんのはマゼンタ、ちょっと蛍光色に近い赤のような感じがします。はい、最後ワッツさんですね。ワッツさん無印です、何も書いてないです。よいしょ、あはい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 、今より今までのより今喋れてない今までの中で一番柔らかい感じがするな。どうやろう、普通の色鉛筆に近い、あそうでもないかな、ちょっとわからんちょっとわかりにくいな。でもどうやろうな、ダイソーさんがやっぱ一番柔らかいかな。ちょっと待って、もう一回書かして。ダイソーのこれ、あーやっぱダイソーの方が一番柔らかいな。でもセリアさんのよりは柔らかい感じがする。だから芯の硬さで言うと、ダイソーさん、セリアさん、ワッツさん、あ、違う違う間違えた、芯の硬さで言うからかんやな、柔らかさで言うとダイソーさん、ワッツさん、セリアさんの順で、柔らかいです。だからセリアさんの方が一番ちょっと硬いかな。書きやすいのはやっぱダイソーさんな感じがしますね。さあ溶かしてみましょうね。よいしょ、まあでも溶けやすさはでもそれぞれすごいな。ワッツさんのもかなり綺麗に溶けてはくれますね。あーでも色味的にはさっきのセリアさんに近いかな、マゼンタ寄りの赤な気がする。うん、はい、ということでそれぞれ3色比べてみました。まだちょっと乾いてないんで分かりにくいとこもあるかと思いますが、僕の使用した感じで言うとダイソーさんが一番塗りやすかった感じはします。まあ、ただ色鉛筆って好みなので、芯の硬さって好みなので、どうやろうな、鉛筆をすごく尖らしてエッチングを効かして、ハッチングを効かして描く人はセリアさんとかでも結構いいと思います。ただなんかふわーっと柔らかいあの色付きをしたい人はやっぱり柔らかいダイソーさんのが使いやすいと思いますね、僕は。で色味で言うとちょっと赤しか今回あのご紹介できなかったのですが、やっぱり赤は赤でもそれぞれ若干違いますね。ワッツさんのが一番なんか蛍光色っぽい赤ですね。ダイソーさんのが一番こうベーシックな赤、そんな感じがしました。まあ、あの水に溶けやすいというのは全社共通でしたね。これはすごい良かったわ。なんかやっぱ100均やからなんかあまり溶けにくかったりムラになったりするんかなと思ったけど、そこはすごく良かったです。これ十分使えますね。
風景スケッチとかする時でもこれだけ持ってったら時間なくてもこうささっと着彩できる感じはすごく良かったですね。これ十分使います。これ多分僕使いますすごくはい、というわけで今回は100均各社の水彩色鉛筆の検証でした。まあ1色しかご紹介できませんでしたが、買う時の参考なんかにしていただきたいと思います。それではまたお越しやすー。